簡単なのに家族全員大絶賛。鶏むねレシピ温泉を紹介するよ。まずは奄美の郷土料理鶏飯。朝でもスルスル食べられるメニュー。具材の用意はレンチンで簡単にやっていくよ。まず鶏むね肉は皮を削いで、両面フォークで穴を開ける。ネギの青い部分と生姜は冷凍庫に常備してるよ。ラップをしてレンジで5分チン。ネギと生姜は捨てて、茹で汁は後でスープに入れるので取っておく。粗熱が取れたら裂いてほぐす。続いて錦糸卵作り。これもレンジで作ると簡単。大きめの皿にラップをかぶせて、茶こしでこしながら卵液を広げる。卵1個で1枚分のイメージ。お皿を傾けて薄く広げたら、500ワットで1分チン。まだ半熟だったら10秒ずつ追加。こんな感じで半熟のところがなくなったら OK。くっつかずペロリと剥がれるよ。くるくる巻いて、細く切ったら錦糸卵完成。フライパンで作るより簡単だし、失敗しにくい。次の具材は椎茸。椎茸は細切りにして、軸も細く切っておく。クッキングペーパーで落とし蓋をして、弱火で10分。10分経ったら落とし蓋を外して、もう10分煮て水気を飛ばすよ。最後にスープ作り。調味料を入れて一煮立ちしたら、鶏飯の準備完了。副菜は海苔、塩レンコンバター。レンコンは食べやすい大きさに切って、水にさっとさらしたら、水気を拭いて片栗粉をまぶしておく。あとはバターで焼いて、こんがり焼けたら調味料。絡めたら副菜の完成。ご飯の上に鶏飯の具材を乗せて、刻みネギ、刻み海苔、鶏飯定食完成。じゃあおちょっとパッチいただきます。何ですかこれは。これ鶏飯。あ、鶏飯。うん、これ何で。あ、本当うまいんだけど。うんうん、レンコン。うん、味付けいいね。うん、おいしい。おいしいね。ママ、お父さん。うん、あ、で、これ。
え、ありがとう。まずは副菜のかぼちゃの煮物から。煮物もレンジで作ると簡単。かぼちゃは食べやすい大きさに切って、耐熱容器に調味料、身を下にしてかぼちゃを入れていく。あとはラップをしてレンジで10分、食べるまで冷ましておくと味が染み込むよ。麺は大葉レモンから焼き、鶏胸肉はそぎ切りに。袋に鶏胸肉、千切り大葉を入れて、調味料を全体にも煮込んだら、片栗粉をまぶして多めの油で焼いていく。最初はあまり触らず焼いて、両面こんがり焼き色がついたら完成。それでパッチン。いただきます。あ、美味しいね、これ。カリカリ。鶏も、もも、鶏胸か。うん、鶏胸。うん。今、ヘルシー料理。これかけて、ご飯食べたら。かぼちゃうま。かぼちゃ美味しい。え、これうま。かぼちゃうま。美味しい。美味しい。ここ最近のかぼちゃで一番うまいかもしれない。かぼちゃおいしい。おいしい。おいしいね。かぼちゃうまい。まずは副菜のレンコンとひじきのごまマヨサラダから。レンコンがシャキシャキで子供たちが大好きな副菜。レンコンはさっと水にさらす。その間に人参を細切りにして、水切りしたレンコンと合わせてレンジで4分チン。水で戻したひじき、よく混ぜたら副菜の完成。メインはハニーガーリックチキン。まず鶏胸肉を観音開きにしていくよ。鶏胸肉は真ん中に繊維の分かれ目があるので、この分かれ目にぐっと親指を入れて開いていく。反対側も同じように。個人的には包丁で開くより手の方がやりやすい。こんな感じで綺麗に焼けたよ。ラップをかぶせて麺棒で叩いたら、フォークで穴を開けて、一旦揉み込んで、さらに揉み込んでおく。片栗粉をまんべんなくまぶしたら、皮目を下にして焼いていく。8分経ったら裏返して、
さらに3分。照りが出るまで煮詰めたら完成。バチン。いただきます。うん、すごい。うん、チキンステーキ美味しいね。うん、美味しい。これ胸肉の。え、嘘。うん、ももかと思ってる。めっちゃしっとりしてるね。うん、美味しい。うん、このサラダ好き。うん、うん、あ、取れた取れた。うん、すごい。やったー。このガーリックがいいよね。うん、ガーリックがいい仕事してるね、せーの、ごちそうさまでした。副菜はズッキーニの塩昆布和え。ズッキーニは薄切りにして、あえて副菜の完成。冷蔵庫に入れて味をなじませておく。メインは台湾料理のジーローハン。長ネギの白い部分は小口切りに、青い部分は後で使うから取っておく。1日目と同じ鶏胸のほぐし肉を作る。鶏胸肉はフォークで穴を開けて、ラップをして5分チン。長ネギと生姜は取り除いて、茹で汁は後で使うので取っておく。手で裂いてほぐしてね。ジーローハンのタレ作り。ネギを加えて炒めたら、に立ちさせてタレ完成。チンゲン菜も茹でて、両面焼きの卵焼きも作る。塩コショウをかけて、白身が固まったら裏返して完成。盛り付けるよ。茹でたチンゲン菜を乗せて、糸唐辛子とネギも乗せたよ。ジーローハン定食完成。それではパチン。いただきます。何これ、ネギかな。ジーローハン。ジーローハン、うん、聞いたことある。うん、おいしい。うん、うまいね、これ、うん、パパの好きな台湾料理かも。うん、おいしい。ネギソースおいしい。食べてみたいね、本場でも。うん、食べてみたい。せーの、ごちそうさまでした。